フライ級竹内さやか VS 山本智美。両選手が揃いました。第2試合はフライ級です。3分3ラウンド。さあ福井さん、ここからまあプロの試合ということになりますけども、ちょっとやっぱり空気変わりましたよね。そうですね、ちょっとピリッとなったというか、一つ大人な感じになりましたね。まあ、確かにこのね、戦績といいますか、実績を持った選手、経験を持った選手が現れました。こちら赤コーナー竹内です。ガールズパワーも経験あります。そして相手山本は雷門出身です。アマチュア大会を経験してこのプロのリングに上がっています。さあ試合がスタートしました。3分3ラウンドです。2分3分で若くてもそうでなくても全然違うものなんですかね。いやもう体感は全然違いますよ。そうですよね、もう本当に違います。山本のパンチが当たってます。右前蹴り。山本選手リーチがすごい長くていいんで、まあ、前蹴り先みたいに使っていくと試合運べやすい、はい、あ前蹴り、これはダウンでありません。いやこの蹴りの距離いいですよね。すごい効いてくるかもしれないですね、はい、ちょっと身長差リーチ、あー左フック、近い距離で竹内も当てます。接近も結構アッパーフック使えてるんで、印象はいいですね、はい、パンチもキックもすごい強いような感じしますけど、前蹴り突き刺すような前蹴りです。山本竹内選手はもう前回もそうなんですけど、本当に打たれ強くて、まあ、あの心を持ってかれるというか、本当に頑張ってほしいって思わせるような選手ですね、はい。どうでしょうかね、カメラさん、やっぱりこう距離詰めて中入りたいですかね、竹内は。はい、ただちょっと、まあ、固まっちゃってるんで、もっとステップ踏んで動くと入りやすいかなと思いますけど、はい、左フック、うん、ナイスフック、こちらになります。山本選手顔面前蹴りめちゃくちゃいいですね、ですね、足の上がり方がすごい綺麗、アッパーです。近い距離のパンチも当てます。山本無表情ですけどどんどん攻めてきますね、うん、そうですよね、まあ、相手としたら嫌でしょうね、こういう選手がどんどん来ると前蹴り、顔面、そしてボディか、ガードが突き抜けて、いや本当ですね、そしてボディです。おお、ただ打ち返してくる竹内、竹内も打ち返す、ロープを背にしている山本、ガードを下げた。山本選手せっかくいいの当たってるんですけど、竹内選手のパンチもらっちゃうんでね、まあ、結局、まあ、イーブンに近くなっちゃうかなってところありますね、はい、もったいないな。さあ距離を詰めてくる竹内です。残りが1分切ります。近い距離、残り時間が1分切っている第1ラウンド、遠い距離からは山本がどんどん前蹴りを当ててます。これです、うん、ナイス前蹴り、距離を潰したい竹内、前蹴り、右ストレート、さあ距離を詰めた左、次のパンチ竹内コーナーに詰める、残りが30秒、コーナーを背にしている山本、距離が詰まります。ちょっと組の展開が多くなってきました。前蹴りは竹内も出します。山本選手も前蹴りで行った方がいいですけどね。うん、そうですか、うん、これですね、あ右ストレート、ストレートもいいですね、はい、ゲッター後のストレート、そして左フック、パンチから膝、ただロープを背にしています。竹内が出てきます。あっとここでゴング、第1ラウンドが終了。いやー第1ラウンドが終了しましたが、上村さん1ラウンドどう見ますか、はい、いやもう技術的には山本選手本当に素晴らしいんですけど、はい、竹内選手もう打ち返すんですよね。でコーナー詰めてやり返すっていう気持ちの強さだから、はい、まあ、若干山本選手の方が優勢かなと思うんですけど、まあ、1ラウンド目はもうほぼイーブンですよね。あ、うん、さあリプレイでご覧いただいてますが、どうでしょう福井さん、このリプレイで見る前蹴りの凄さ、思いっきり当たってますよね、これが自分の顔面に来たらと思うと震えます。いやもう事務所の社長が黙ってないですよ。いやもう多分大変なことになりますね、でも怖くて怒れないと思います。そうですか。いや迫力の前蹴りを、まあ、リプレイでご覧いただきました。この山本智美の武器です。さあ試合はこの後第2ラウンドへと向かいます。竹内さんも全然諦めてない顔ですね、うん、第2ラウンドが始まりました。このままいくと竹内選手の気持ち勝ちっていうパターンもありますからね、上村さん本当にこの竹内ね下がりませんからね、はい、
お、ただ連打が出ます。山本、山本がラッシュをかける、ラッシュをかける、ローです。うわ、すごい。ただ顔面にパンチで返すミドル、竹内も出てきます。竹内左コーナーに詰める。竹内選手の印象が若干良くなってきた、はい、右アッパー押してきます。これは上村さん、ちょっとフィジカルですか、はい、竹内ですかね、まあ、山本選手は多分パンチもらってるんで足つぶそうってことでローキック蹴ってると思うんですけど、はい、ですね、はい、まあ、止められてないかなっていう感じですよね。出てきます、うん、まあ、こうやってあの押してくるんですよね、はい、この押しの強さ、竹内です。おっと、右のパンチ当てました山本。右のフック当てない、うん、組んでの押しが強い竹内です。まあ、結構上村さん、ああいうのであの体力消耗するんですよね。そうですね、多分山本選手自分の攻撃当たってるんだけど、はい、竹内選手が全然下がらないので、まあ、心理的にちょっとあの、はい、揺らいでるのかなとは思いますね。そういうものなんですね、やっぱり、うん、さあ蹴ります山本、山本蹴りを使ってくる、ただ前に出てきます。うん、福井さん、本当にこの竹内の、ね、気持ちの強さっていうのがよく出てますよね。だってこんだけ当てても当ててもどんどん逆に前に出てこられると、はい、なんか聞いてても聞いてないのかなと思っちゃいますよね。あのサソリタイプですよね。あ、それです、完全に、はい、竹内選手も蹴りたいですよね。あのパンチにローキックとかがあれば、はい、やはり前蹴りを思うといいものを持っています。前蹴りを当てる近い距離で、そして右、この組の展開で押してきます竹内。残りが1分を切ります。さあここから1分、上村さん、何か効果的なパンチ、はい、攻撃当てたいですね、2人とも。いや本当ですね、ちょっと山本選手があの竹内選手の距離に付き合っちゃってるのがもったいないので、はい、まあ、序盤みたいにね、前蹴り、もう私だったら前蹴りしかしないぐらいの勢いですけど、はい、多分読まれてるか。距離を潰します竹内。あー、ローキック、インロー、続けてインロー。さあどうだ、残りが30秒を切ります。第2ラウンド、左フック。山本選手はもっとガードをするといいんですかね、うん、どうなんだろう、どうなんだろう、ちょっと押し気味に、はい、あのされちゃうんで、まあ、ガードが必然的に 下がらされちゃうっていう部分はあると思うんですけど、左、竹内の左、そして右、ちょっと竹内のパンチが当たってるか、山本苦しい。ここでゴング、第2ラウンドが終了。さあ2ラウンド、この時間帯上村さんどうでしょうか、はい、まあ若干竹内選手が押してるかなっていう、まあでもあのクリーンヒットっていうか明確なポイントになるものはあんまり見られなかったので、はい、まあ、最終ラウンドでどっちが手数を多く出してどっちがクリーンヒットをあの多く取るのかで勝敗決まってくるのかなと思うんですけど、まあ、それにしても竹内選手、まあ、ライズガールズパワーの30代って強いですよね、気持ちが。そうなんですよね、本当に強い。あのもみ選手をはじめ本当にこの元気な30代が多いんですよね。そうですよね、こちらもパワーもらえますやっぱり。でもあの若い選手からしてみたら、まあこれはね、脅威といいますか、たまったもんじゃないっていうね。30代が非常にまだまだ元気なライズこの女子の部です。35歳の竹内、先に立ち上がりました。ランスリーファイナルラウンド、さあ最後の3分間です。出てきます竹内。あ、上村さん、竹内が出てきますね。竹内選手はもう2ラウンド目の動きをやった方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、山本選手はちょっと、もう一回ね、自分の距離で戦えればいいですね、はい、うん、膝を使います。ミドルキック、また距離を詰めてくる。組んで相手を押すこの攻撃がかなり竹内有効に見えます。プレッシャーをかけ続ける竹内。結構ライズのルール的に後半のアグレッシブ度っていうのはかなり優勢に取られるので、はい、うん、あの下がっちゃってるとちょっと不利かなと思いますね。このラウンドがですから両者ともに重要になってきます、うん、蹴りの距離で戦いたい山本、ちょっと距離が近いでしょうか、うん、出てくる竹内、バックブロー、バックブロー、いいですね、なんか見えてる感じしますね、うん、最後のラウンド、お互いにとって大事な時間帯です。
蹴りに合わせてパンチが飛んできます。山本の蹴りに合わせてくる竹内。今みたいにしっかり蹴れるといいんですけどね、はい、山本選手、ね、第1ラウンドも思いっきり蹴り蹴りっていう感じでしたからね、距離が縮まります。第3ラウンドきついだろうな、ちょっとこれ掴みに対して注意が与えられました。山本、山本にイエローカードです。ちょっと上村さん疲れもありますかね、山本は。そうですね、結構顔にハイキック、すごい、いきなりタイムストップ。あ、なんでだ、あ、切れました、切れました、今の蹴りですかね、ハイキックで切れました。いやー、これは上村さん、まぶたですか、どうでしょうね、あ、まぶたですね、ハイキックで切れました。ハイキックで切れるの初めて見ました。いや、そうですね、思いっきり入ったんだな、すごい、まぶた切れました。ちょっと深いな、大丈夫です、これはどうでしょうか、ただ本人は大丈夫って言ってますけど、ね、ちょっと心配ですね。まぶたかなり傷が大きく見えました。最終ラウンドなんですね、だからやりたいですよね、ただこれもしレフリーがドクターが止めると山本はひっくり返す。ああ、止めた止めた止めた、山本ハイキックでひっくり返しました。いやでも持ってますよね、山本選手、あんなハイキックで、ほぼ、私の予想ではありますけど逆転的なのかなって思っちゃうと、そうですね、ひっくり返しましたよね、これも運も実力のうちですからね、素晴らしいです。しかも上村さん、イエローカードを出された直後ですもんね、あれ再開後ですもんね、はい、気合が半端じゃないですね、でも竹内選手めっちゃ悔しいだろうな、そうでしょうね、いやこれは驚きです。福井さん、女子の試合で初めて TK をご覧になったんじゃないですか。いや、そうですね、こういう風になるんですね、ちょっと心配ですけど竹内さんの怪我が、でも、次回の試合とかはね、ぜひ全力出していただきたいです。かなりレアな KO ですよね。いや、そうですね、なかなかないですね、これ男子でもあんまりありません、超レア。あ、これも KO っていう風になるんですね、はい、ドクターストップによるテクニカルノックアウトですね。いやー、試合をひっくり返した3ラウンド、悔しそうな表情、竹内です。ライズガールズパワー第2試合は3ラウンド、山本智美がドクターストップによります TKO で勝ちを収めています。さあ、それでは見事勝利いたしました山本選手に一言いただきたいと思います。今回デビュー戦を迎えますフェイスの山本智美です。本日は関係者の皆様ありがとうございました。ちょっとグダグダな試合になってしまったんですけど、次は一発 KO を狙ってぶっ飛ばしていくんでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。山本選手、見事なドクターの勝利、おめでとうございました。